Everyday moments are the important moments that connect us. キウナ名古屋。皆さんこんばんは。12月7日火曜日午後10時になりました。名古屋にあるダンサーズスタジオからキウナ名古屋をお送りいたします。今日はね、名古屋は強い雨が降ってましてね、つい先日ですね、私またパーマをかけましてね、今日はね、また雨に当たってね、ラーメンパーマの頭になってますよ。滑り用事マスクマンでございます。はい、月曜日に、沖縄から戻ってまいりましてですね、沖縄のスポンサーさんに、会ってお話しすることができて、なんかやっと、こう、スポンサー様にですね、直接お礼が言うことができて、ほっとしているみそ煮込みスキーと、ようや私もですね、沖縄の方行ってきたんですけども、本当ですね、完全プライベートで行ったのは1年1ヶ月ぶりでして、いや、これだけ行ってないとですね、いや、踊れない体になってしまったダンサーズでございます。はい、こんな3人がお届けします。今週のテーマはカラオケ。今週のテーマはカラオケです。メールアドレスは kiyu@kiyu.nagoya です。 kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブからも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。またインターネットラジオ配信サイトマイチューナーラジオからも放送しています。マイチューナーラジオアプリまたはマイチューナーラジオサイトから FM ギノワンで検索してください。本日はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは無線系 YouTuber ももすけさんになります。22時13分頃からとなります。この番組は高級木材のご用名は名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭那覇首里中村製菓、自動車整備を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、沖縄の紅芋丸焼き元部長誠持ち店、アートワークウェブサイト FMJG、 ウェブサイト制作システム開発は名古屋電脳職人村、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。キウナ名古屋。はい、先週の、テーマアクセサリーでまだちょっとお読みしたいメールがあるので紹介しますね。はい、お願いします。はい、お願いします。お三方さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ブームン新一です。ありがとうございます。ありがとうございます。テーマアクセサリー。以前あるアクセサリー屋さんでアメリカンインディアの松江が作ったというターコイズのネックレスが圧倒的にすごかったです。いくつもの小さなターコイズのパーツを束ねた太いネックレスって書いてあるけど、まあ、太いネックレスで値段を聞いてびっくり。うん十万円のこと。まあでもダイヤモンドとかに比べるとリーズナブルかもしれませんが、これが似合う人が羨ましいです。皆さんが過去に見た宝石ですごいのがあれば教えてください、ということです。すごい宝石、でもなんかいろんなこうショップっていうですかね、こうジュエリーショップなんかだと、このやっぱりこうダイヤなんか高いのありますよね。どれがいいとか悪いとかっていうの言うのはあまり王子はねわからないんですけども、ただお値段を見てね、あ、これはすごいんだなっていうのはね、まあ、それでぐらいでしかこのなんていうのかな、その違いわからないんですけども、でもそのターコイズっていうのはね、でもなんか素敵ですよね。ターコイズ好きですよ。あの
ただあまり女性がつけられないところがちょっと ね、うんうん、ね、やっぱりネイティブのアメリカンって感じのあれですよね。インディアンスタイルっていうのかな。ねえ。うん、ですね。はい。ああ、すごい宝石といえばやっぱりティアラを見た時ですかね。ああ。ああ、でも実際どこで使うんだろうっていう感じで、なんか、でも普通に値段がついて売ってたんですよ。名古屋駅でしかも。うんうんうん、ねえ。でも今ちょっと話題になってますよね。あの、王室の方が、ね。そうですね。でも、ね、うん。ただね、うん、あの、やはり新調されずに、うん、その、ね、譲り、こうね、はい、代々伝わるものを使ったってことですよね。はい、いいことでございますね、はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続いてですね、はい、こちらもアクセサリーできています。銭形警部からです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。正直なところ、アクセサリーはほとんど装着したことがないですね。過去にアクセサリーをやったことがあるとしたら手首につける気運が上がるパワーストーンを装着しましたが、効果は今一つでした。今度アクセサリーを装着するなら金運や恋愛運などが上がるアクセサリーを首に装着してみたいと思いますね。ということでございます。うん、あ、でも多いですね。ね、なんていうの、この機運が上がるとかいろいろあるじゃないですか。ね、でもあれをパワーストーン、うんうん、でもね、あれ一個間違えるとね、数珠に思うんだよね。あ、まあ丸いですからね。そうそうそう、ね、うん、あの色目もね、ちょっとこう、うん、なんの、まあいろいろな石がありますからね。なんかね、王子がやると、ね、数珠に見えるんだね。数珠なんだよね。今日もお参りって言われそうですけど、ね。はい、ありがとうございます。泉佐野の特急サザンです。ありがとうございます。沖縄のアクセサリーを持っています。琉球ガラスでできたネックレスを3本、うん、ブレスレットを1本持っています。最近つけてないので、またつけて出かけようと思ってます。じゃあまたねーって。ああ。そうそう、なんかね、沖縄の某ラジオ局のスポンサーさんの、こう、アクセサリー、琉球ガラスのアクセサリーをね、はいはい、なんか泉佐野の特急サザンさんが買われて、結構、あ、かっこいい。今写真もあるんですけど、うん、かっこいいね。うんね、アクセ、ね、こういうのなかなかね、はい、自粛で身につけられないかったんでしょうね。はい。また身につけて出かけて。そうだよね。はい、ね、つけて外に出たいですもんね。はい。ね、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい。続いては、はい、カラオケですね。今週のテーマでございます。はい。はい。はい、葛飾の陳さんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。遅いね。はい、カラオケボックスの活用法として、楽器練習に使ったりしています。あら、私はコントラバスとチェロを弾くのですが、どちらもバイオリンを大きくしたような楽器で、家には防音室がないので練習ができません。そこでカラオケボックスです。楽器練習に使えるところも結構多く、スタジオを借りるほど高くないので、財布にも優しいです。もちろん歌いにも行きますが、コロナ禍以降一度も行っていません。うん、前は一人カラオケとかも行ってたんですけどね。そろそろカラオケを楽しみたいです。ということでございます。あら、チンさんなかなかクラシカルですね。クラシカルっていうか、でもね、その楽器の演奏にそうですよね、うん。スタジオって結構ね、やっぱり、うん、1時間とか2時間の借りって結構値段するのでね。で特にあれでしょうね、うん、この楽器となると、この防音がね、本当にしっかりしていないと。もちろんそうです ね、自宅ではなかなか、うんね、難しいですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あとツイキャスでですね、沖縄 T シャツパパイヤーさんかな。うん、パパイヤーさん、はい。はい、アクセサリーあんまり装着しないけど、今使ってるトランペットのボタンはターコイズにしてますって。あ、かっこいい。ね、うん、ああ、ちょっとトランペットのあのところも、そういうのおしゃれに変えたりするんですね。うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。タイトルが入ってないって、ちょっと今。ああ、そうですね。いつもテーマのタイトルが、うん、今週のテーマ、カラオケで。今出てますかね。こっちで出るんですかね。はい、本当？そうね、うん。はい。出てますね。はい。スマートフォンだとちょっと出てないな。はい、こっちは出てるんですよ。あ、本当ですか？はい、どうしたんだろう。うん、はい、はい。ね、ツイキャスで初めましてのね、デイチャリさんが、こんばんは、初見です、ということで。こんばんは。こんばんは。初めましてですね。こちらでもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんどん聞いてくださいね。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではですね、はい、メール行きましょうか。はい、じゃあ、ラジオネーム、神奈川ブラボーエコーイレブンさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。初めてですかね。
はい、そうですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、こんばんは。今夜のお題、カラオケについて投稿させていただきます。カラオケはお客様との接待や職場同僚との飲み会の後に行くことがしばしばあります。流行りの歌は歌えないのですが、私のお箱は少年隊の仮面武道会、仮面武道会です。ほう。先日も趣味の無線仲間と、名古屋のスナックで仮面武道会を歌ってきました。曲が始まる前にトイレでトイレットペーパーを鉢巻き代わりに頭に巻きつけ、うん、曲がかかるとトイレから登場して踊りながら歌うということをかれこれ30年ほど続けております。いいね。いや、私でもこの曲のチョイスでなんとなく年代が近いのかなと思って、はい、少しは気の利いた歌を歌えればと思ってますということです。いやいや、いいですね。ありがとうございます。盛り上がりますよね。いいですね。名古屋のスナックっていうところがまたね、うん、地域感出てますよね。それがね、またね、トイレットペーパーで鉢巻きにするところがね、うん、普通ね、まあ、ネクタイとかね、うん、タオルならまだね、あれですけどね。いいですね。若ちこです。そうですね。はい。トイレットペーパーか、ちょっと。それわかるかな。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ、はい。はい。じゃあ、ゲストですね。はい。はい。はい、では、CM の後は、はい、ゲストのコーナーです。はい。桃助さん登場です。はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 アギジャ美容院。整備士になりたい人、整備士学校に通う人、返金不要の奨学金月額1万円を最大2年間支給。トリプルエイトが整備士奨学金を開始。まずはトリプルエイト名古屋でホームページをチェック。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭と薫品、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和の国内物流部は、名古屋から北は北海道、南は沖縄まで最適な物流サービスを提供しております。これからも皆様の心強い物流パートナーとして、お問い合わせは電話 052-389-7817 東海共和まで。沖縄で創業60年、大人気沖縄の丸焼き、外はもっちもち、一口食べたらじゅわーっと、贈り物としても大好評、日本全国お届けします。紅芋大好き。詳しくは誠もち店で検索。FMKG アートワークウェブサイトオープン。オリジナルモノクロキャラクター&オブジェクトの実験的ミュージアム。ご訪問は fmjg.jp まで。ただいま独自企画品開発中。名古屋にある電脳職人村はインターネット一筋22年。サイト制作、システム開発などニーズに合わせて提供します。最高の品質、最高のノウハウ、最高の感動をお客様に。お問い合わせは電話 052-232-8333、 または電脳職人村で検索。キユナ名古屋。はい。電話ゲストコーナーでございます。本日は、無線系 YouTuber であります、桃助さんです。こんばんは。
皆さんこんばんは。YouTuber のももすきです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。改めましてですね、自己紹介をお願いできればと思いますけど、いいですよか。はい。はい、ももすけという、ニックネームで、YouTuber をやってます。取り扱っている内容は、ライセンスフリー無線と言われる、免許がなくても楽しめる無線。まあ、なかなかその、皆さんに伝えるのが難しいんですが、知らない人と無線で交信しようという趣味を中心に YouTube のチャンネルをやってます。はい、ありがとうございます。私ですね、私もまあ無線はやってるんですけども、そのライセンスフリーという無線がですね、あまり私もよくわからないものですから、どういった感じでですね、はい、もう、お店に行けば買ってすぐできるようなものなんですか？そうですね。ライセンスフリー無線と言われるものにはいくつか種類があるんですけども、はい、例えばホームセンターで買えるような、特定省電力トランシーバーって言われる、まあ、工事現場で、誘導員さんとかが使っているような、ああいうトランシーバーもありますんで、はい、まあ、誰でも買えるものもあります。ああ、よく工事現場でガードマンさんが、なんでしょう、肩のあたりに無線機つけて。ああ、そうです、そうです。ああ、そういった無線なんですね。で、本来は数百メートルの更新をするために使うものなんですけども、はい、例えばそれを山の上に持ってって山の上同士で更新すると100キロ先と通信できたりするような、はい、遊びができます。ああ、そうなんですね。こういったような無線、こういった、まあ、免許っていうんですか、いらない無線っていうのは昔からあったんですか？そうですね。昔、僕、が生まれる前から、はい、僕はもうすぐ40歳っていうぐらいの年齢なんですけども。あら、若いじゃないですか。ありがとうございます。僕は生まれる前からこういったものはあって、まあ、その頃はですね、はい、その頃からある仕組みとしては市民ラジオって呼ばれる、はい、500mW で 27MHz っていう短波の電波を使うものが、まあ、古くからあるんで、まあ、はい、その時々に応じて、こう、進化はしてきてるんですけど、いろんな種類のライセンスフリー無線がずっと昔から続いてるっていう感じですね。ああ、そうなんですね。そしたらですね、もう本当に資格がいらなければどなたでもできて、本当にお手軽な感じなんですけども、今、はい、今こういったですね、まあ、世の中というか、この最近の出来事として地震が多かったりとか、災害があったりとかってあるんですけども、やはりこういったものに活用されるシーンっていうのは多いんですかね？そうですね。そういった、本当に災害の時の連絡用とか、避難所で活動するためにとかっていうのも使うことができます。ただ、最近、やっぱりトランシーバーを日常の生活で使うことが少ないので、パッと渡されても、そういう非常時になかなかこう電話みたいに耳に当てて喋っちゃったりとか、うん、使い方がわからないっていう方が多いと思うんですね。はい、その時に普段からこうやって趣味で遊んでいると、まあ災害時に役に立った、自分自身が使えますし、周りの人にも教えてあげることができるので、はい、役立つんじゃないかなとは思います、ね。ああ、そうなんですね。で、実はですね、はい、うちの MC のものもですね、アマチュア無線の資格を持っている者がいますので、その資格を持っている者に今から変わります。はい、あ、はい、お願いします。はい、味噌煮込みすきと申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、お恥ずかしながら、無線はですね、本当に、それこそ CB と呼ばれる無線ですね、先ほど言ってた市民ラジオ、はい、ね、と、あとアマチュア無線がある時代のものでしてね、私がやり始めたのは、はい。で、本当に自分はもうアマチュア無線しかやったことがなくて、なんか、もうそれも最近やはり携帯電話がこう発達してすっかりもうご無沙汰になっておりまして、で、恥ずかしながらその、YouTube でそういった無線の YouTube をやられてるっていうことを、実はもうこの、ですね、ももすけさんのゲストが決まった時に初めて私知りまして、で、少しですね、見させていただきましたけれども、とても、その、知らない方でもわかりやすく入りやすくという、で、印象を受けました。はい、で、そうですね。で、ビチョリーナさんでしたっけ、この、初めてこの無線の、アマチュア無線の資格を取るっていうところが、なんとなく親しみがあって、今日も今ツイキャスでビチョリーナさんで、出てられているんですけれども、とても、なんかそういったところが、なんか、楽しいなっていうふうに思いますけど、うん、
ありがとうございます。で、やはり配信されることって何か注意っていうか、気をつけていることとか、ここは心がけていることってございますか？そうですね。今おっしゃっていただいたように、はい、無線の趣味って、昔は流行ってた趣味なんですけど、はい、今こう、世の中で埋もれちゃってる趣味で、どちらかというと、オタクが一人でやってる暗い趣味みたいなイメージを、ちょっと持たれてるような気が僕はしてるんですね。でもその YouTube やるにあたってそうじゃないんだよ。普通の他の、キャンプをするとかバイクに乗るとかそういうアウトドアな趣味と一緒で、同じように普通に楽しめる、みんなで明るく楽しめる趣味なんだよってことを伝えようと。知らない人にもそれが伝わるようにしようっていうことを、心にこう留めてチャンネルをやってます。ああ、そうですね。なんか、そのピチョリーナさんがこう初めて撮って、こう初めて無線機を買ってっていうところの、その感動っていうか、ね、そのところがとっても、可愛らしくて、しかもこう親しみを持って、そしてそれをモモスケさんがこうね、説明したりフォローされるっていうところが、なんか素敵だなっていうふうに思いましたけれども。うんうん、ありがとうございます。そうですね。はい、ピッチョリーナみたいな、その普通の、うん、まあ、あの人普通ではないんですけど、普通のは女子でも、うん、まあ女の子だけであっても若い、高校、中学生、高校生の男の子でもいいんですけども、まあそういった無線の趣味で今少ない、性別とか年齢の人が、普通にこう、気軽に始められるようになるといいなって思ってるんで。はい。ありがとうございます。でですね、もう一人ですね、ここにラジオやってるもの、今番組やってるもので、ま、うん、本当に無線とは何ぞやっていう感じの人がいるので、ちょっと変わりますね。はい。はい、こんばんは。滑り王子マスクマンと言います。こんばんは。こんばんは。私はですね、こういうもう電波関係とかね、無線関係全くね、わからなくてですね、まあ、ちょっとね、そういう関係を思い出すのはね、すぐにね、盗聴を思い出してしまいましたね。うん、そういう関係には興味があるみたいなね。興味はなんですか、それは。なんかね、そういうのは、なかなかそういう電波系のことはね、詳しくないというよりかね、全くわからない部類でして、ただ一つね、ちょっと気になることがございまして、桃介さんのね、YouTube を見させていただきまして、ちょいちょいの美女がね、登場する。はい。なかなかいい番組でございますね。あれ、はい、着眼点そこなの？そこですか、うん、そこなんですよね。いろんな方がね、有名な方とかね、出られてるような、拝見しましたけども、ね、そこが気になってね、王子はしょうがない。そういうネットワークを作りたくてしょうがないっていうね、そこが着目してるとこなんですけども、全然違いますね、今日のテーマと。あれあれあれ、静まり返っちゃったのね。よく私ね、こういう気軽にね、やってもらいたいっていう思いが僕も、その男女問わず、やってもらいたいって思いがあるんで、はい、ただその興味ある人には、積極的に動画に出ていただいてるということで。あ、そういうことですね。いいですね。もう本当に幅広くね、いろんな方がね、出られてるような、またね、お店でこう飲食されてるようなね、ね、動画も上がってると思いますけども、うんうん、はい。もうそういうところのね、動画を王子もしてみたいっていうね、うん、ただ単にね、飲んで食べてるだけなんですけどね。お黙り。ふざけるな皆様、ぜひ YouTuber やっていただきたい。ありがとうございます。もうすでに公共の電波で迷惑をかけまくってるんですけど。本当にもう、何ですか、もう無線以外のことで滑ってますね。王子喋って以来、初めてこの沈黙が長かったのはね、よっぽどあれですかね、パワーがありすぎてちょっと、はい、お答えが困っちゃったかな、みたいな。大変失礼いたしました。桃介さんすいませんでした。いえ、とんでもないです。こういう人種もいるということで、まあ、お気になさらずにというところなんですけども。はい、で、やはりまあ、こういった資格のいらない無線っていうのが非常にお手軽なんですけども、やはりですね、まあ、今のマスクマンの言われてたことがですね、そういったようなですね、まあ、盗聴とかそういったことを考える人もいるかもしれないですけども、うん、うん。やはりそういった質問っていうのも当然出てくるかなと思うんですけど、その辺ってどうなんですか？そうですね。実際そういうイメージ、知らない人、無線の趣味のことを知らない人は、そういうふうなイメージを、盗聴、無線って盗聴みたいなイメージ持ってる方少なくないと思うんですよ。うん、でも、まあこれ自分で言うのもなんですけど、僕のチャンネルを見
ってもらったら、そういうイメージは108度変えられると思うんですよ。なので、まあ、少しでも多くの人に、もともと無線が興味ない人にも僕のチャンネルを見てもらえる機会があるといいなと思っていて、で、そのために実は僕の YouTube チャンネルって無線のことだけやってるわけじゃないんですよね。キャンプやってみたりとか、登山やってみたりとか、他にも、スノーボードやってみたりとか、四輪駆動の車で遊んでみたりとか、もしかしたら無線に興味を持つかもしれない人がやってそうな趣味を、僕も自身も一緒に楽しんで発信するっていうことをやることによって、少しでも興味ない人に無線の楽しさみたいなのが届けばいいなっていうふうに思ってやってます。そうですね。そういったところで、無線のイメージをね、払拭できればいいかなと思っておりますので、はい、リスナーの皆様、ぜひYouTube で、ひらがなで、ももすけさん、ももすけというふうに検索していただければすぐ出てきますので、ぜひYouTube チャンネルご覧いただければと思います。ももすけさん、お時間となりました。すいません。大変、短いお時間で申し訳ございませんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。本日の電話ゲストはももすけさんでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ツイキャスでですね、R&K のパパさんが電波を混線させるのがうまい王子って。で、品はもろともさん、はい、王子さんのは無線飲食の方ではっていう無線違いです。うまいこと言うね。やりかねないですね。はい、ですね。ということで、ちょっとね、はい、もうエンディングになりますね、はい、もう。はい。はい。来週は、滑りナイトになります。滑り王子マスクマンと電話でお話をしたい方は、メールでご応募ください。懸命に、滑り電話と記入してください。懸命に滑り電話と記入してください。締め切りは12月12日日曜日までです。ちゃんと電話番号書いてね。っていうか、滑りないとやる気なんだ。やります。はい。ちなみにまだ応募者いません。はい。はい。はい。この番組は、ウェブサイト制作、システム開発は、名古屋、電脳職人村、アートワークウェブサイト、FMJG、沖縄のベニーモ丸焼き、元部長誠餅店、陸上海上輸送一貫サポート、名古屋東海共和、ザ・カバーズ、絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、自動車整備を目指す方、奨学金返金不要、名古屋トリプルエイト、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供で、お送りいたしました。はい、今週もありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。A365さんが来週はシュトテルス履かないとってシュトテルスタイヤでお願いします。はい、そうだね。それでは、ヘテンガラガラ。